一番のこだわりはやっぱり塗装塗り分け。どうしても40ってあのルーフが白のイメージが強いん でよほど奇抜な色にしない限りかぶっちゃうんで、だったら誰もやってないツートーン思いっきり塗っちゃおうかっていう感じで今回やってみました。仕上げる前に3年ぐらい乗ってて、そろそろレストア時期かなっていう感じだったんで全部仕上げてみました。なんていうんですかね、やっぱりレトロな感じっていうか、乗ってはすごい不便だし利便性も良くないんですけど、なんか運転してるっていう気が乗ってて楽しいんで、もう仕上げてからは全然なおさら好きになって、唯一無二なんで被ることもなく、ラジオフライヤーもこれ塗った時に同じ色で塗ってもらって、あとステッカーは自分で作って貼りました。で今日のために背面タイヤもつけてきますベージュが最近人気じゃないですか。でもただベージュ塗ってもつまんないんで、思い切ってツートンみたいな。あと作り手のこだわりもあって、作り手が純正色はやらないとかそういうのがあるんで、ツートンだったら何色でもやりますっていうことだったんで、ただベージュと白のツートンで、そうです、誰もやってないんでとりあえず線で分けてみようかみたいな。屋根もこれで、屋根白だと多分閉まらないと思うんで、で屋根も塗っちゃいました。フルレストはですね、130点ぐらいパウダーコートかけて全バラにして、で全部仕上げたんで、本当に一つ一つの部品に分けて作ったんで、資料もあるんですけど全部バラして、フレームもパウダーコートかかってます。これもパウダーコートです。そう、これも誰もやってないんで、まあ、40にしてはまだ程度いい方でした、ね、だから仕上げるのも結構楽だったみたいで、内装も塗り分けして、外に合わせるとパネルも白になっちゃうんで、そうすると乗った時がただの白い40になっちゃうんで、ここはベージュに塗ってもらって内側、そうするともうツートンっていうイメージなんで、車仕上げた時にルーフをフィルム貼ったんですけど、それに合わせてここのボックスとドアと全部合わせてフィルム貼りました。あとシートなんですけど、これランクル100のサードシートを入れてます。セカンドシートだと幅がいっぱいになっちゃうんで、サードシートを入れてます。とさっき言った塗り分けがこういう感じ。サスペンションはこれ純正のハッタリ仕様で、カッティングでそれっぽく仕上げてあります。純正ですね。乗り心地は良くなりましたね。やっぱり新品なんで全然変わりましたね。ブッシュからマウントから全部新品にしたんで、乗り心地はもう断然変わりました。そうですね、ノーマルの方がちょっと探すの少ない感じになっちゃってますけど、結構いじくっちゃってます。関東でノックス通してる FJ をたまたま中古で見つけて、で、まあ、このタイミングしかないと思って、まあ、ほぼほぼ吊るしでこの状態で買ったんですけど、ちょっとずつだ、まあ、ダメなところは修理してみたいな感じでやってます。20歳の頃にも違う40に乗ってたんですけど、その当時アメリカの方で流行ってた40の西海岸風というか、アメリカっぽいような感じの雰囲気を出した感じが好きだったんで、こういう形をしてます。ワイドフェンダーにワイドタイヤもそうですけれども、ウインチだったりとか後ろの方のジェリ感とかもちょっと普通の40とは違ういじくり方をしているところがちょっと特徴かなとは思ってます。もうまあ武骨なところと、自分で操作するっていう、操作させてもらうんじゃなくて自分で運転するっていう本当の元祖的なところがあるんで、そこが一番好きです。最近はほぼほぼ走らしてないですけど、まあ基本は好きですね。いや、そのために走破性上げるために足回りも全部変えてあるし、ウインチもつけてるしっていうのは当然してますけど、スタックした時用の装備も整えてますし、板バネとシャックル変えて2インチちょっと上げてるのと、あとはこれはボディリフトして少しクリアランス取って、まあ単純に車高を上げてボディだったりとかぶつからないようにアクロ走破性をノーマルよりは高めるようにはしてますけど、あ、腰巻いた後半、そうですね、あのぶつかった時にボディだとすぐへこんだりするんで補強で姉妹タワー入れてますけど、内装自分でいじくったのはリアシートをつけたぐらいですけど、まあ、シートも車外のエンジニアリングサービスのもうやらないけど、スパイダルコっていうシートと、あとは追加メーターとかが全部ついてるのと、追加メーターは昔懐かしのあの大盛りのバハレーザーも当時のやつ、まあ、僕がつけたわけじゃないですけど、まあ、無線のアンテナぐらいしかつけたの。フォローはもうでも10年近くなると思いますよ、貼ってから。この状態のではなかったんで違うフォローがついてて、もうそれもボロかったんで、これはオークションでたまたま出てきたんで落札して、まあ、自分でつけたんですけど、自分で。カスタムはターボ乗ってましたターボとパワーステと、その2箇所ぐらいですかね。
でパワーステアリングはもうあの社外品で、これの40の後期の方でパワーステが出たんで、そのパワーのポンプですか、あれと全部です、うん、これはあのボルトンターボ、たまたま私がちょっと長期旅行してる間に友達とこ預けといたら乗せといたよいうことでこそっと乗せられたんで、それであの当時のマニホールドをまた探しまして、これ B ですけど 2B のマニで快適さはありますね。割と長距離走りますんでファイナルを変えたんですよ。40のファイナルから50のファイナルに変えると高速はいいんですけども、上り坂が今度パワー不足になって、それで一応ターボでちょっと補ってるいう感じで、いやこれは最初から上下ビルです。これの上下のメリットはフォローが簡単なんです。でこれはあとこの間までフォローでした。その名残でまだロールバーから全部残ってるんです。このフォローのためにロールバー入れたんです。それずっとこれでのノーマルで乗ってたんですけど、やっぱりオープンにしたい気があったんでフォローのつけて、それでフォローにしたら今度フォロー全部取ってしまったらビキニトップになりますね。あれをロールバーの上から下に下ろしたビキニトップで乗れた。それでドアもこのままでしたらブサイクやから、もう1枚ドアを買って、それでドアをちぎ上ちぎっちゃってハーフドアをこしらえたんです。簡単です。あのドアのピン抜いたらランクル便利ですよ。ドアピン抜けば簡単にドアを差し替えできますから。もうカスタムというか使いやすいように工夫しすぎて一言では表せないのは現状ですが、形を維持しているのは外観だけだと思ってください。エンジンはダイナというトラックの 15B というエンジンになっています。トランスミッションは70系のトランスミッションを使っております。で前後のデフは70系と60系のデフロック付きのホーシングになってます。もちろんクーラーもパワーステも最初はなかったので、パワーステアリングもクーラーも取り付けました。あとはもう細かいことが多岐にわたるので一言では表せません。はい、この車の修理およびカスタムは、他人に外注したことは一度もございません。外装の色はこれフィールライクブルーと言いまして、当時のオリジナルの色ですね。塗装は何回もし直してますがオリジナルの色です。これはですね、普段ハイリフトジャッキがついている場所なんですが、まあちょっと手洗いとか水場があると非常にキャンプでは便利なので、まあこうやって水が出るように自分で改造というか、でまあ濡れ物とかもあるので、まあ傘とかタープのブルーシートとかも全部外に収納できるようになってます。これはダイナの BU106 という型式の車に乗せた 15BF っていうディーゼルエンジンになります。乗っけ替えるのの一番の理由は、まあ昨今の排ガス規制に適合するためなんですけども、乗せ替えたのは平成15年。自分の40の中で半分以上このエンジンと一緒に過ごしてきました。オリジナルのエンジンよりも出力も排気量もだいぶ大きいもので、現在の東名高速道路の最高速度の120キロでは巡航できるような形のものになっております。まあ、特に何もないんですけど、旅行に出るときは基本的には一人乗りなので、まあ、助手席もなく寝れるからです。まあ、165センチの人が手を伸ばしてまっすぐ寝れるので助手席を外してあります。あと荷物も横に詰めますので、クーラーボックスも横にあるので冷たい飲み物もいつでも飲めるようになってます。